はい、というわけでフィリピンで1日目レッドホース、こちらですね。はい、はい、飲んでみましょう。レッドホース、あー、でもサンミゲル一緒なんですね、作ってるとこは。多分これ書いてる、日本の会社ですよ。え、 49% キリンの会社。そうなんですか。うわ、ちょっとショックだな。でもそうなんですか、あ、キリンなんだ。キリンなんですよ。あー、わかりました。ちょっとじゃあ飲んでみましょう。ここ場所はなんていうんですかね。ここパラニャーケです。え、パラニャーケ、はい、マニラのパラニャーケで、はい、レッドホースビールを飲んでいます。うん、キリンと思って飲むとキリンのような、はい、感じがします。はい、以上マニラパラニャーケでレッドホースビール飲んでみた動画でした。じゃあねー。